1927年、1904年6月20日、大本営は満州の日本軍を現地で直接指揮する目的で満州軍総司令部を設立した。7月15日には満州軍総司令官に任命された大山巌元帥と総参謀長の児玉源太郎大将が大連に到着。両洋海戦は大山巌元帥と児玉源太郎大将たち満州軍総司令部が現地で初めて指揮する大海戦になった。両洋は道路と東進鉄道が集合する満州の戦略拠点である。この両洋にロシア軍は早くから兵站施設を整えて、周辺に強固な野戦陣地を構築していた。満州軍総司令部の基本戦略は、これら両洋に集まっているロシア軍を撃破し、満州から追い出すことであった。両洋の地を最初で最後の決戦場にして、ロシア軍を一挙に壊滅する意気込みであり、対するロシア軍の方でも、日本軍を両洋で迎え撃ち、殲滅する体制を整えていた。この戦いに参加する日本軍は、黒木第1軍、北第2軍、野津第4軍の合わせて13万5千人、大砲470門だった。一方、両洋のロシア軍は急速に増加され、総兵力15万5千人、大砲642門になっていた。さらに、8月25日には、ロシア軍は22万5千人にまで膨れ上がっていて、日本軍の総兵力の実に 1.7 倍に達していた。このように、ロシア軍の兵力の方が、日本軍よりはるかに優勢であった。そのため、満州軍総司令部内では、旅順攻略を待って、野木第3軍を加えた軍勢で、ロシア軍と戦闘に入ろうとする声が高まったが、大山巌満州軍総司令官は、旅順攻略には時間がかかり、その間にも、ロシア軍が続々と増強するだろうとして、野木第3軍の到着を待たずに、両洋海戦を決断した。そして、8月14日、大山巌満州軍総司令官は、8月17日から、全軍に対して、総前進の命令を下した。しかし、両洋は8月13日から連日の大雨に見舞われて、鉄道や電信網が至るところで寸断されてしまった。このため満州軍総司令部は攻撃を延期せざるを得なくなった。さらに満州軍総司令部に旅順第1回総攻撃の失敗が伝わると、砲弾の補給は次の旅順総攻撃に回すために両洋方面に送れないことを各師団に通達。両洋海戦に臨む日本軍は保有してるだけの弾薬で戦うことになった。黒木第1軍は両洋の側面を東方から脅かすべく、8月25日夜から出発。北第2軍、野津第4軍は8月26日からアンシャンタンへ向けて進軍を開始した。この黒木第1軍を迎え撃つべく、ビルデルリング大将率いるロシア軍は、カンパレイ、キューチョウレイ、ローシザンといった峻険な山並みを生かした堅固な陣地を構築していた。8月25日夜、黒木第1軍の西勘次郎中将率いる第2師団は、少ない砲弾を節約するため、キューチョウレイに夜襲を決行。夜間暗視装置もない、この当時、師団規模の夜襲など世界の戦士に類例のないことだった。第2師団仙台のこの世界陸戦史上初めての試みに不意をつかれたロシア軍は、慌てふためき敗走していった。このロシア軍の敗走は隣接するカンパレイにも波及して、黒木第1軍の第12師団の攻撃によってロシア軍は敗走。第12師団はカンパレイを占領した。一方、同じ黒木第1軍の近衛師団は苦境に陥っていた。ローシザンの制圧に向かった近衛師団の近衛第1連隊は、26日早朝、周囲の高地からロシア軍の猛射を浴びて前進を停止。堀を掘って応援部隊の来援を待ったが、午後1時ごろ、ロシア軍の大軍が逆襲してくると、
退却すら困難となり、全滅寸前に陥った。すると、午後4時ごろ、豪雨が両軍に襲ったため、ロシア軍は鉄砲水に足を取られ、攻撃が緩慢となり、近衛第一連隊は、なんとか全滅を免れることができた。その頃、ノズダイエオン軍は、アンシャンタンの南部にある幹線砲から、ロシア軍陣地に攻撃を開始していた。戦闘は、一進一退を繰り返して、ノズダイエオン軍は、アンシャンタンを占領できずにいた。ところが、ロシア軍の総司令官、クロパトキン大将は、東部戦線が黒木第一軍に突破されると聞くや、東部兵団が退路を断たれることを危惧して、東部兵団に対して退却を命じた。同時に、南部兵団にも退却を命じ、シュザンポまで引き上げさせた。クロパトキンの狙いは、シュザンポ付近に日本軍主力を引きつけ、その間に、東部に大兵力を移動させ、黒木第一軍と決戦に持ち込み、これを撃滅することであった。このロシア軍の撤退を、日本の満州軍総司令部では、ロシア軍が総崩れの状態になったと判断。児玉源太郎総参謀長は、ロシア軍は、シュザンポ陣地も領用も捨てて北方へ後退したという希望的観測のもとに、黒木第一軍は大志賀北岸へ、北第二軍は露台市へ、ノズ第四軍は総半島へ急進するように命令した。この命令のもとに、北第二軍、ノズ第四軍は、シュザンポ前面のロシア軍が待ち構える危険な地帯へ飛び込むことになった。8月29日、最初に異変を感じたのは、第四軍司令官、野津道綱大将だった。野津大将は、満州軍総司令部の急進命令に従わず、総半島の手前で進軍を停止した。シュザンポ付近には、強固な陣地が構築されており、ロシア軍の大部隊が待ち構えていたため、満州軍総司令部の命令通りに急進すれば、野津第四軍、北第二軍は、連携不足のままに括弧撃破されて敗北すると考えたからであった。同じく第2軍司令官奥安方大将も満州軍総司令部の急進命令を聞かず露台市の手前で停止、終日敵上の偵察に費やした。奥第2軍の参謀長落合豊三郎少将は野津第4軍と協議して満州軍総司令部に対してロシア軍は確実に退却したものとは判断できないため、敵情を偵察することに徹して、軽々しく攻撃することはしないと意見具申した。しかし、満州軍総司令部は、そんなことをしていたら敵を逃してしまうとして、威力偵察というようなまだるっこいことは、せずに、北第二軍に対して、すぐに主山頭を奪取するように命じた。児玉総参謀長は、ロシア軍は、両洋から退却しているという先入観にとらわれていた。この思い込みが、やがて、日本軍に、大いなる犠牲を生むことになった。偵察に徹するべしと、意見具申した第二軍の落合豊三郎少将は、後に、満州軍総司令部の、松川利胤大佐と井口正吾少将によって、身長過剰にして、最も不可として、鋼鉄を内定された。さらに、後のシュザンポの戦いでの大量犠牲の責任までなすりつけられて、日露戦争後に東京湾要塞司令官に左遷され、陸軍から放逐された。北第二軍は、結局、満州軍総司令部の命令に逆らうわけにもいかず、地形も敵情もわからないままに、8月30日早朝から、シュザンポに向けて攻撃することになった。ノズ第四軍も同じく、30日早朝から、総半島へ攻撃を仕掛けることになった。総半島に向かったノズ第四軍の第10師団は、ロシア軍の猛攻を受け、死傷者が続出して進軍を停止。北第3に向かった第5師団は、遮蔽物のない堅固な陣地に突撃することは不可能と判断し、
奥第2軍の第3師団の進出を待つことにした。奥第2軍の第3師団は主山歩の前面に位置する148高地の攻略に向かっていた。しかし148高地は一帯に数層の三平壕が作られ、さらに土塁、鉄条網、地雷が敷設されていて、一部の隙もない陣地であった。そのため第3師団はここを突破することができず、ロシア軍の猛烈な重砲火を浴びて死傷者が続出、前進を停止した。奥第2軍の第6師団は第45連隊が主山歩西方の高原畑に入り込み、身を隠しながら進軍を続けていた。しかしほどなくロシア軍に発見され、猛射を浴びて前進を停止。午後2時、この第6師団の苦戦に対して、今謙信と称されていた名将第4師団長小川又次中将は独断で予備隊であった第4師団の半数を戦闘加入させた。野津第4軍および奥第2軍は共になすすべもなく前進できないまま苦戦が続いていた。このような日本軍にとって悲惨な状況を満州軍総司令部の児玉総参謀長は、ロシア軍は壊滅的な状況を受けて退却したくても日本軍の追撃のために退却できずにいる、そのために全力を挙げて抵抗していると認識していた。未だに希望的観測を捨てずにいた児玉総参謀長は、午後3時10分、前進を停止している奥第2軍に対して速やかに主山歩を奪取することを命令した。この命令を受けた奥第2軍は8月31日午前4時、第3師団の歩兵第34連隊が148高地を目指して決死の夜襲を敢行した。立花修太少佐率いる第1大隊が突撃を開始。ロシア軍の猛射を受けるも、第4中隊が午前5時20分、ロシア軍の第1類を奪取した。しかし、午前5時30分頃、ロシア軍は北第3から重砲火を加えて逆襲を開始した。この苦境に、右腕に重装を負っていた立花修太少佐は、さらに、頂上の歩塁を奪取しようと突撃するも失敗。やむなく第1類に退いた。その時、立花修太少佐は、砲弾を受けて戦死。第1類も、再びロシア軍に奪還された。さらに、歩兵第34連隊長の関谷明次郎大佐も戦死。歩兵第34連隊は壊滅した。また、第4師団では、小川又次中将が負傷し、拘束された。このような日本軍の危機を救ったのが、黒木為元大将率いる第1軍だった。黒木軍は、敵の正面を突くと、見せかけて東方に迂回し、側面から攻撃しようと企図した。東方に迂回と一言で言っても、敵前で、不意に、北へ方向転換をし、大志賀を渡った後、西へ転換するという大胆な運動を実施するのは非常に難しかった。なぜなら、黒木第一軍が迂回している最中に、ロシア軍が横腹を突く形で猛攻を仕掛けてきたら崩壊する危険性があったからである。しかし、第一軍の参謀長藤井重太少将は、黒パトキンの性格からして、積極的に攻撃は仕掛けてこないと判断し、東方への迂回を敢行した。イギリスの艦船武官ハミルトン中将は、黒木第一軍の迂回運動に対して、ほとんど不可能、無謀と言ってよいほど、大胆極まるという言葉を残している。8月30日、このほとんど不可能な迂回運動を、黒木為元大将は、独断で実施。第2師団と第12師団は、大志賀上流を溶かして、ロシア軍の背後に回ることに成功した。さらに、梅沢道春少将率いる神尾近衛混成旅団も同時に渡河をし、ロシア軍の監視哨を次々と撃破しながら進軍を続けていた。
この神彦の絵混成旅団の動きに危機感を覚えた黒パトキン大将は、シベリア第一軍団長、シタケリベルク中将にすぐに撤収して、黒騎第一軍と対峙するように命令をした。さらに、黒パトキン大将のもとに、黒騎第一軍が大使が落とかし、ロシア軍の背後に回っていることが伝わると、シベリア第3軍団を大使が方面へ向かわせ、シベリア第2軍団とロシア第10軍団には、シュザンポ、北大山、ソウハントンなどから撤退させて、戦線を縮小させた。こうして、北第2軍、ノズ第4軍と互角以上に戦っていたロシア軍は、撤退していった。9月1日午前2時、北第2軍の第6師団が、撤退するロシア軍の隙をついて、シュザンポの一角を奪取すると、他の北第2軍、ノズ第4軍も一斉に突撃して、シュザンポ一帯をことごとく占領した。北第2軍、ノズ第4軍の危機は去ったが、今度は、黒騎第1軍が、3倍ものロシア軍と戦うことになってしまった。しかし、圧倒的なロシア軍に対して、黒騎第1軍は果敢に戦った。大志賀を渡った第2師団は、9月1日午後3時30分、万十山のロシア軍陣地を攻撃。ロシア軍は、頑強に抵抗するも、9月2日午前1時20分頃、万十山を占領した。一方、第12師団は、五丁山の占領に成功した。第2師団が占領していた万十山へ、一旦は退却していたロシア軍が、午後5時30分頃、逆襲を仕掛けた。この4倍ものロシア軍に対して、第2師団の苦戦が続き、万十山をロシア軍に再占領されたものの、9月3日午前2時頃、再度、万十山を奪取することに成功し、ロシア軍を撃退した。黒騎第1軍によるこの万十山の確保が、両洋海戦の勝敗を決定した。ロシア軍にとって、万十山が奪回できなければ、黒騎第1軍を大志賀に追い落とすための旋回軸拠点が喪失してしまい、黒パトキンの作戦は根底から覆されてしまうからであった。9月3日午前5時50分、ロシア第17軍団長からの報告を受けた黒パトキン大将は、これ以上の攻撃継続は不可能と判断。全軍に退却を命じた。撤退していくロシア軍に対して、黒騎第1軍は、退路を遮断する動きは見せなかった。ロシア軍があまりにも大軍であったため、冒険することは控えたためである。そして、9月4日午前1時頃、ついに、日本軍は両洋を占領。北第2軍は、ロシア軍を追撃して大志賀河畔に到達した。しかし、北第2軍の作戦参謀の手落ちがあって、橋を架けられず、大志賀を渡れないでいた。このため、北第2軍の追撃が停止してしまった。このことで、黒騎第1軍は、大志賀左岸から退却したロシア軍と、孤立して対峙することになった。5倍以上も膨らんだロシア軍に、殲滅される危険性が出てきた黒騎第1軍であったが、幸いなことに、ロシア軍が攻勢意志を捨てていたために、破滅を免れることができた。9月7日までに、ロシア軍は、宝典付近にまで撤退を完了した。日本軍は、長期間の戦闘のために、将兵が疲弊し、砲弾、弾薬の欠乏のために、これを追撃することはなかった。圧倒的な兵力差にもかかわらず、日本軍は、ロシア軍を追い落とし、両洋を占領することに成功した。このことで、兵站戦が大いに改善できたものの、ロシア軍を殲滅することには失敗した。この不徹底な勝利が、また、新たなる海戦を引き起こすことになる。この両洋海戦で、ロシア軍の死傷者は17,900人。対する日本軍は23,500人余りを出した。ご視聴